こんにちは福井教育支援サークルの吉田です、えー、今日はラリーが続くネット型ゲームネットを挟んだボールゲームですねソフトバレーボールはルール作りの工夫からについてお話をしますバドミントンコートなんかを使って手軽にできるソフトバレーボール えこれねコートの面数がね、えー、例えば大きな体感だと6面ぐらい取れます、1クラスで3面使えるっていうこともあって非常にね運動としてはいいんですね。ですがねラリ,ーをつラリーが続く楽しいねソフトバレーボールにするにはいくつかポイントがあります。まず1つ、チームの人数は6名程度にしてローテーションを使って全員にねボールに触れる機会を作るっていうことが大事です。えー、もう1つはですねキャッチしてパスをする活動を組み込むということです。 アンダーハンドパスだとかオーバーハンドパスというような形でボールを弾く運動をねこれでボールをコントロールするというのは非常に高度ですそこでこのボールを弾く運動にボールをキャッチしてパスをするとこういう運動を組み合わせると白熱したラリーが展開でき運動量も十分確保することができます ソフトバレーボールのルールなんですけども、いろいろな形でやってみたんですけども、私が一番いいという方法を一つ、ね、紹介したいと思います。これはですね、あくまでも私の方法ですので、先生方、学級の子どもたちの実態に合わせて変更していただければと思います。まず得点に関するルールなんですけども、3回で相手コートにボールを返すというふうにしました。 こうした方がボールが自分のチーム内でよく回すんですね、1回でいいってやっちゃうと、前衛にね、背の高い上手な子がいると、1回バンとやって終わっちゃうんですよね、えー、そしてまあ3回で相手コートにボールが返せないという場合は、相手に1点が入ると、こういうルールでありました。 次にサーブやパスのルールなんですけども、サーブは最初は両手で山なりのボールを相手コートに入れるというふうにしました。手で弾くサーブは、そう簡単には、ね、入らないんですね。まずは両手がいいと思いますね。えー、続いて1回目。1回目のレシーブなんですけども、両手あるいは片手でキャッチして、味方に両手でパスをすると、えー。場合によってはワンバウンドキャッチも可能にしてきます。 で2回目も両手でボールをキャッチして味方にトス。えー、これも手で、ね、ポンとこうトスをするわけですね。そして3回目の子供たちだけ、えーね、ボールを両手あるいは片手で弾いて相手にコートに入れるというふうにしますで。ローテーションを使って1点入ったら右回りに1人ずつ動くというふうにします。えー、このルールですとかなりラリーが続きます、えー。そして子供たちが上達するにつれて例えば2回目ね、 は両手でオーバーハンドパスあるいはアンダーハンドパスを使ってボールを弾いて3回目もボールを弾いて返すというふうにしていきました1回目はですねやっぱりねアンダーハンドパスやオーバーハンドパスでそうね体育の時間の短時間では上達しません1回目は私はね両手キャッチあるいは片手キャッチを認めていく方がいいと思いますね それからね、相手チーム上達してくると、結構強い球ね、アタックみたいな感じで打ってきます、ワンバウンドキャッチも認めていった方がいいと思いますね、うん、こうした方がね、ラリーが白熱してきて、本当にね、楽しいソフトバレーボールになります。はい、じゃあ、実際のゲームなんですけども、まあ、先ほど言ったように、運がいいとね、バドミントンコート3面取れるんですよね。 で6人ずつ子供を入れていくと、36人ですから、30人を超える学級でもめ目いっぱいやることができるんですね。えー、点数はこういった場合に、ね、フルで入れた場合は、自分たちで得点をめくり合いながらやります。アウトセーフだとかっていう、あまり難しい判定がないので、そんなに、えー、このバレーボールは揉めないと思います。入ったか入らないかぐらいですのでね。えー、でまず6人がこのように入るわけですね。で、えー まず1人目、真ん中ぐらい、このぐらいのところから両手を使ってボールをこう放り込ませます。で、えー、放り込んだボールを、例えば、後衛の子が両手でキャッチ、こうやってキャッチしましたね。はい、それを真ん中にいるセッターの役の子に、また両手で、もう山なりのボールで両手に、相手に返すと。 はい今度はこの子があねまあ、攻撃をする子にボールを渡して片手で弾くとまあ、アタックのような感じでやっていくわけですね。えー、このようにしてやっていくとね、えーえー、ラリーになります。1回目、2回目は両手で取ってであの手でパス、そして3回目だけ弾く。上達するにつれてこの。 弾く回数を増やしていくという形にすると、ラリーになっていくと思います。えー、大変ね、えー、なんていうんですかね、このバレーボール型の良さは、陣地内にね、敵が入ってこないと、味方内でこうボールをつなぎながら、あーね相手チームに返す、あるいは攻撃をすると、こういう楽しさ、ある意味ね、非常にいいチームワークができますのでね、えー、こういった形でゲームを楽しんでいただけるといいかなというふうに思います。 はい、ご視聴ありがとうございました先生方の教材研究のお役に立てば幸いです。